みるみるみるき。私たち、おはよう。あれ夜じゃなかったかな、え、そうなの、朝だっけ。さあ今日は、今日は何するよ。今日は何しようか。ちょっと遊ぼうか。あ、今日みこちゃんなんかあるの。いろいろあるんだよ、こっちに。おお、お菓子いらないんじゃない。今日お菓子なし。お菓子なし。あ、いっぱいなんか道具ある。これはもしや何かいろいろ改造していいってやつ。そうじゃない、自由に工作。工作とかする。え、これもしかして、これあれじゃない。これあれだ。開いて。そうか、これも。あ、なんか緑取っちゃった。風色あるよ。なんだっけこれ、なんて言うんだっけ。これはね、バナ、お花。なんかさ、なんか卒業式とかあるとさ、めっちゃ懐かしいよね。めっちゃ懐かしい。これってさ、このまま売ってんの。売ってんの。今、え、なんでそうやって子供がさ、なんか楽に生きていける世の中にこうどんどんなっていくの。ね、これさ、やらかしあってさ、ね、やるマシンあったよね。知らない。そうだよね。うちらの頃はこれ全部売ってたよね。うわ、懐かしい。懐かしい。やっぱさ、交互にさ、そうそう、広げていくのがさ、味噌よね。ね、なんかこういう単純作業いいな。案外フラメンコみたいだな。フラメンコ可愛いよ。コサージュみたいにできるね。こことかにやったらちょっといい感じじゃない。ちょっといきなりお誕生会みたいなパーティーみたいだね。ね、どうどう、なんかちょっとぽよよん感あるよね。ぽよよん感あるよね。これ4個こうなんかまとめてブーケみたいに何かを可愛い。可愛い、ね、いい感じよ。これなんかどっかにさ、え、じゃあ思い思いのとこに飾ればいいんじゃない。じゃあみんな両面開封するね。紐くるくるがついてるからね。本当だ、切れた。あ、いいね。ここ俺んち。ずるい。そういうシステム。そう、これ鼻溶けたところが自分の領地ですから。私じゃここ。私これ欲しいからこれにした。これも予約らえんの。予約した。私これも、これも予約した。ちょっと待って、じゃあね、もっといいもの。これ欲しい。これこれこれ、こんなの家に置いてどうすんの。棺桶みたいじゃんこれ。ここに荷物入れられそうじゃない。確かに。そうだね、いっぱい。確かに貼ったやつがもらえるの。そういうシステム。もらえます。これでいいやつ。この電気持ちかと思う。あのさ、カレーフェアみたいな感じで薄くみたいな。やったよ、ね、やったやった。アニメもあるのでぜひ見てください。こうやってこうやってとかにぜひつけていただいて。ねえ、キハルくんみたいに。これ大きい、大きいんだけど。あれ、当たりだね。これはいらない。あ、大丈夫。ミルキー知ってる。この子ミルキー。え、嘘。いや、みこちゃん、なかなかこの今年一番に辛い仕事だったよ。本当本当、それ本当それ。すごいね。一気に浮かんできたね。これた。中学生だよ。中学だよ。私ね、修学旅行ぶりなの。マジ？中学の。え、だから何年ぶり？15歳の頃でしょ。え、う、15歳。え、う、え、約10年ぶりか。そう。今日は人が多いですね。今日ね、いい、何を間違ったか。今日祝日です。祝日なんです。祝日の中華街でロケってすごいよね。すごいよね。これをいろんなところに貼って、ね、これでミルキアを増やしていこう。そうよ。あ、なんか美味しそうなお店がいっぱい。気持ちがいいな。あ、楽しいな。いつも見て。何？あ、占い？手相占い。うちらさ、メンバーめっちゃ占い好きだよね。いや、やっぱ女の子だからさ。女の子だからさ。だって今日来る時もさ、ずっと占いのさ、やってた、やってた。やってた。みこちゃんやれば。私いいの？この間に他の番組で全カットになったけど、やった。やった。全カットになったけど、やった。いいの？やりた。私手相って見てもらったことない。ちゃんとお金払ってよ。あ、はい。お金持ってる。お金持ってる。持ってますよね。あの、私の。持ってる。私の。お金来た。
本当に来た。じゃあ私後で1000円でコーヒー買おう。ちょっとすいません。すいません。この乙女を、はい、乙女の運命を占っていただいて、はい、いただいてもよろしいですか。こういうような写真でいいですか。こういうのやめといた方がいいですか。そうですね。仕事運と。そうですね。本当にね。あ、財運財運。財運は。財運財運。あ、この番組の運命いいですか。これはアウト線なんでね。はい。アウト？えっとか、まあ今それはそうとかそうなんですよ、ね、そうです、ね、ちょ、画家なんですよ、画家、画家なんで、絵を描いたりこれ、これアート線がこう出てるんですね、はい、あ、じゃあ芸術とかそういう、ちっちゃい時からそういうのがね、あの、はい、あ、もうすごい、いろんなコンクールに入場してやっぱり、ね、うん、嘘つかないでよちっちゃい時おじちゃん、おばあちゃんもでしょ、はい、ね、でうわー、それ当たってる。でお姉さんはね、一応あのスイッチが入ったら、あの、休みなく動きますけど、家に帰ったらまったりね、たまに、そうですね、あの、コアラになってるから、たまにちょっと朝お寝坊かわからない。あー、そうですね、寝るのが好きですね。引きこもりなんですね。引きこもってるやん。お姉さんも羊なんでね、戦う女の子です。戦う女の子だね。これ戦いね。いや、これで、これで。これがそうですよ。戦いない。でもお姉さん、女心はね、大柱なんで、なんかちょっと慎重ですね。いや、みこちゃん、いや、慎重ですよ。心配しようね、ほんとに。で、お姉さんの理想の男性像はですね、はい、女の子わかるんですか。話の楽しい人です。なんでわかるんですか。困った人苦手なの。はい、だから、まあ、二浦とかね、つけたことあるよ、水亀だとか、あの、コミュニケーション上手でね、天秤だとか、マナーが良くてお姉さんをリリーとして扱ってくれてイケメンな天秤だから、はい、話も楽しい人がいるんですけどね、はい、でも結婚するときはなんかこうたくましい系の人と結婚するから。へぇー、ワイルド系、ワイルド系、じゃあ私ぴったりじゃん。大丈夫です。はい、あの荒野を一人で歩いていくよ、なんかそういうワイルド系の人ですね。はい、いいカード出ます。初めの一歩とか、あの、まだ、はい、あの、まだ本格で涙じゃないですけどね、はいはいはい、これから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、うん、セカンドシーズンだから、私たち新しいことに向けてちょっと頑張っていきます。ありがとうございます。はい、全然大丈夫です。ありがとうございます。チュラのこの子、これ4色囚人服、そろそろもうちょっとさ、ね、これはこれ、え、バンダナ、あ、かわいいじゃん、そういうのついてたら。いいね、かわいい。なんかこれちょっと色合い欲しいと思ってたんだよ ね、 あるね。なんかこういうのさ、一個作っとけばさ、何にでもできそうじゃない。頭にも巻けるじゃん。確かに、ね、だってさ、リボンもさ、ほら作れるよ。確かに、ほんとだ。このとか、ね、この柄をデザインする見えないか、座ったらこの柄をなんかさ、デザインすればいいんじゃない。でさ、例えばさ、いつかこれさ、ご飯食べる時のランチョンマットとか。いいね。なんかハンカチみたいなデザイン考えようよ、これ。あ、いい、いいね、これ。そうだ ね、 いいね。これがさ、ちょっとさ、寂しいというかさ、派手派手だね。もっとさ、はい、オリジナリティさ、ね、溢れるさ、柄がいいよ、はい、私たちの好きなものとかさ。え、もう餃子しかないもんなみんななんか4色の画用紙に描いた方が分かりやすいんじゃない。生地の色がね。そう、生地の色が、ね、あ、そっか、生地の色はいい。緑がいっぱい。え、緑がいっぱい。緑いっぱい。どっちでもいいってこと？はい。ちょっと。いいよでしょ？ああ、ああ、え、なんだ、やばい。なんかくしゃくしゃだ。そんな感じなの、急に。ゴム飛ばしたから。くしゃくしゃない。え、あるよ。これがいいね。あった。薄ピンクだ。どっちがいいかな。緑にしよう。え、じゃあ柄のさ、柄の色もじゃあ考えていいってこと？いいよ。何色だろう。何色か。私ピンクがいい。え？これピンクじゃん。ピンク。トラップだ。これトラップ。手芸用。手芸用。トラップすぎでしょ。何色だ。なんだろう。ピンクに合う色は何色？青だよ。へえ、何がいいかな。これ太いんだ。じゃあ。痛い痛い痛い。何何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 ？宇宙からの攻撃？どうしたの？来たさ。どうしたの？何何？大丈夫。
大丈夫言ってよ、ここまでじゃん。それがここにパーってパーって閉めたらパーって挟まったの、ここが痛い痛い、ちょっとあげるわこれ。なんでやっぱこう柄にするからさ、いろんなさものをさたくさん描いたらいいんじゃない。えっか、そうだよね。そうやっぱ餃子以外にもさ、いろんな餃子だけだと具材を描く。なになになに、失敗したの。もう一個描く。ちょっと1位から順に30位まで描いていく。あ、そうだよ、みんなの好きなの。それいいね、すごいね。私は猫は入れたいよね。私なんか知らないタイ人とかさ、リアルなやつをさ、ちょっとすず描いたらいいんじゃない。こういうタイ人と友達になりたいな。何それ、何それ、夢を描くのそれ。そう、好きなものでもやっぱいっぱい描いた方がさ、うん、テンションが上がるから。確かに、そうだよ、確かに。好きなもの、チョコ、チョコ、チョコを食べてるタイ人のおじさん。いいね、好きなものと好きなものがいいチョコをこう湯煎してるおじさんを。おじさん、おじさん描けないな。でもおじさんがうまく、でもすずきっと描けるよ。ちょっとこれはなんか違う、イメージと違う。あるよ。でもさ、いっぱい描いてこれとこれを使って作ろうみたいなさ、うんうん、これ丸々じゃなくて、うんうん、アイディアいっぱいさ。そうだよ、いっぱい描いとけば。そうだね、象とかも描いたらいいのか。そう、あ、いいじゃん、象。私もじゃあ牛描こう。なんだろうな。横浜といえば中華。あ、中華いいですね。中華、中華といえば、中華といえば、でも横浜だからシュウマイ。あれ、あ、もう一回、中華といえば餃子。餃子、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 餃子といえば餃子ということで、私が通っている中華街のお店がここ。ここじゃーん、妖秀麺坊さん。紹介したりしてんだけど、そうだよ、ね、結構それでファンの人たちがここで仲間の集いを開いたりとかしてるから、うん、ルキアンのみんなもご用達。そうなの、店長さんリュウちゃんって言うんだけど、リュウちゃんね、リュウちゃんって手振ればもうイチコロ、ミコイの癒しパワーでイチコロ。そしてシール貼ってちょって言ったらきっとどんどん貼ってくれるよ。いっぱい貼れる、ベタベタ貼れ、ベタベタ貼れ、ベタベタ貼ろう。お腹も空いたしさ。そうだね、レッツゴー。こんにちは餃子、リュウちゃん久しぶりです。リュウちゃん、初めまして。今日は仲間を連れてきました。ありがとうございます。もうリュウちゃんの大ファンで。ありがとうございます。リュウちゃん、ね、もうずっと会いたいって言ってたんで、ずっと待ってました。ねえ、だから、はい、これもしよかったらシール貼ってください。わかりました、任せてください。嬉しい、はい、あ、ここに、なんかすごいね、人たちが来た。私が、きっとさんのサインは。あ、そうそう、ね、私も来てる。もうここら辺はみんなミルキアンの。あ、リュウちゃんサインとかしたい。早速貼りましょう。ありがとうございます。あ、やっとだ、完璧です。やるね。もう、どうかこれしてない。どうしよう、どうしよう。もう一回貼ってます。いいですか、ちょっとこの、どうですか、はい、あ、ほんとか、はい、あ、すごくいいですね。ここどうでしょう、ここ。あ、すごくいい。どうですか、すごくいい。どうですか。もうこれは餃子屋さんじゃないですね。あ、すごい。今日から頑張りますね。かわいい、はい、すごい、いい感じですね。ありがとうございます。それちょっとミルキーの宣伝も、ね、ぜひぜひいただきつつ、餃子食べよう。食べたい、餃子お願いします。はい、かしこまりました。じゃあ餃子2枚焼いてください。はい、で、餃子以外のおすすめメニューは、ね、餃子以外はあの担々麺がおすすめ。あの、食べたい、担々麺食べたい。じゃあ今日も食べましょうか。はい、じゃあ担々麺もう一個で、はい。お腹も疲れてきちゃった。ゆうちゃん、ファンクラブ限定の時計が出るんです。知ってます？あの、すごい、はい、あの、ちゃんと買って。分かった。やった。ゆうちゃんはミルキアンなんだね。ゆうちゃんミルキアン、今日からずっと前から、ずっと前から、はい、嬉しい。そうですね、嬉しいな。これだけじゃなくて、いろんなグッズがあるし。おすごい、さすがじゃないですか、はい、すごい。全部あのファンのたちがこうもし来た時にこういうふうに応援してるよっていうことで、みんなに扱わない。そうですね。でもファンの人たちがここに来て、はい、パーティーじゃないけどなんか打ち上げしたりとかってよくしてるんですよね。そうですね、だいたい2月1回にみんなこう、あとミルキーホームズの餃子オフっていうのをぜひよかったら参加してください。来たいね、今度閉鎖して、こっそりなんかカウンターの端とかで食べてる。
餃子じゃない。いただきます。めっちゃ美味しい。超クリーミーなんだけど。美味しい。幸せ。私、ピッタさんと一緒でよかった今日。本当よかったね、よかったね、これね。ピッタさんと一緒のロケで最高。めっちゃ美味しい。なんで今まで教えてくれなかったんですか。いや、前回の時も、ごめんなさい。ピッタさんも初めて食べるんだね。てか、基本あんまり餃子しか食べてない。で、餃子がね、すごいボリュームあるから、餃子だけでお腹いっぱいになっちゃうんだよね。そうなんだ。そう。餃子できました。マチュさんです。はい、どうぞ。めっちゃ美味しそう。やばいね、このラーメンと餃子とかマジ天下じゃない。どうしよう。天下ってなんだ、天下って。確かにこれだと飛ばないんですよね。そうです。逆あっ、あー、おいしい。あら、あら、皮が、皮が美味しいよね。もう皮がめっちゃ美味しい。いただきます。おー、すごい。ねっこりゅー。この甘みの秘密は何ですか。やっぱり野菜と、あとは鶏ガラスープと豚肉の汁で熱い。熱い熱い。口の中に熱い熱い。最後に肉汁が溜まってるの。おいしい。なんかすごいライブの後とかにすごい頑張った時にさ、この肉汁ぶしゃーの餃子食べたら超幸せじゃない。幸せ。いや、いつかライブ後に届くんだろうな。はい、持っていきます。出来たて待ってます。ごちそうさまでした。マジで全部完食してた。本当に餃子も全部食べちゃった。全部食べちゃった。もう絶対また来ます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完璧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 。喜んでる。また来ます。また来ます。ありがとうございます。じゃあじゃあ、え、ちょっと密かにこのあれじゃない、このここら辺になんか Wi-Fi 使えますね。横にこうミルミルミルキー使えますみたいな。あ、これミルキー加盟店みたいだ ね。あー、すごい、いい、すごくいい。もうこれでこのお店はミルキーが制覇しました。ね、制覇制覇完了しました。もっと貼っていこう。もっといろんな横浜にこのシールをたくさん貼り続けに行きたいと思います。バイバイ、りゅうちゃん。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあちょっと発表していこう。これちょっとちょっと私たちに解説してくださいよ。はい、そうだね。じゃあ行きます。はい、うん、私はやっぱり餃子を頭に巻きたかったりしたので、うん、じゃーん、すごいね。泉、泉、あ、ね、違う、この間ね、ちょ、この間こういうなんかお花が重なり合ってるちりめんみたいな布を見つけたの、うん、それがすっごいおしゃれで、これを餃子柄にした服を着たいって思ったの、ワンピースって思って、なんか幼虫に見えてきたで。幼虫、でもこれちゃんともっと綺麗に着てやったら本当に美しい和柄になると思うんだよね。布にしたらいいかもしれない。そう、すごいいいのよ。素敵になるかもしれない。よかった、うん、ミコロン持って、はい、じゃん。なんかさ、うん、ミコロンには珍しく下手くそだね。やっぱさ、ミコロンどうしたの。ミコロンってない、いつも上手いのに。やっぱさ、ちょっとさ、冷麺これ どう違うの。これね、あのね、こっちを書いたの先に、うん、で、もうちょっと具材を乗せないとやっぱ冷麺って伝わらないかなと思ったんだけど、うん、全然乗ってないよ。具をね、一緒じゃん。具をね、あの乗せる隙がなくなっちゃって、まあ私さ、家でさ、卵しか乗せないから、うん、まあいいから、これ冷麺って言い張ればいいかなと。これも冷麺、これじゃ冷麺。あ、じゃ冷麺、これじゃ冷麺。その隣が日の丸ご飯かな。え、どれ、トランク、トランク、これ岩手だよ、岩手。あ、岩手か、岩手県。あ、そう、なんか水に濡れたトランプが出てる。優しき絵画。はいはい、優しき絵画ね。盛岡か。これここ盛岡。なるほど。あとやっぱ好きなものといえばテレビだから、ね、テレビね。テレビで、まあ、漫才やってるテレビ。うんうんうん、これをまあ、うまいこと組み合わせようかな。なるほどね。これはこそば。じゃあ私。
じゃじゃん。かわいい。かわいい。まず空丸のマークでしょ。うん、これは、ね、いい焼き加減のザブトン。ザブトン。いい焼き加減のザブトンと UFO とご飯と漫画と牛像と生卵、卵かけご飯ね。うん、チャーハンとジェットコースターと炭酸と回転寿司。あ、すごい。すごい。回転寿司。すごい。詰め込んだ。物産展だね。あ、物産展。物産展。ミルキー物産展ができる。うん、でも可愛い、なんか少年とかが持ってそうなハンカチ。うん、あ、確かに。確かに。ここら辺とかね。可愛い。この辺。お母さんが塗ってくれるやつだ。ありそう。うん、あ、いいね。可愛い。キッズにも狙ってね。可愛い。うん。で、みもりさん最後のいや、私はこの字がやばいよね。こんな感じで、うん、ね、なんですずじゃんけんしてんの、ところでわかんない、わかんないけどじゃんけんになっちゃったんだよね。この顔でパーって言われたでもちょっと閉じてるけどね。これがパーク閉じてるよ。閉じてるけど、うん、グーグー言ってる。グーはグーで、トキはウサギっぽいからあ、確かに。これはじゃあ誰これはちょっと、これはちょっとなんだろ、ファンキーな女の人をイメージしてパーパーだけちょっと怖いでもパーしって言えばパー怖いみたいな。パーほらやっぱ自分でちゃんとかたどったパーだから。あ、そっか、頑張って、ね、手を汚しながら書いた甲斐があったね。紫だからね、はい、紫。じゃあこれちょっとそうだね、これにしてもらってさ、これのパーを作ってみんなでこれを書いちゃった。そしてどこ行っちゃった。え、これあれ、いいじゃん、これいいじゃん、これいいよ、これいいよ、ここここここ、これに ね、 ね、ぜひやってもらおう。やったー、グッズにする、する、売れ、売るまた売るとこに行っちゃったよ、売るかいみたいなね。いろんなグッズ、なんかこの番組のグッズ作りたい。みるみるミルキーグッズみたいな。あ、そうだね。いいね。だってなんかあのロゴも可愛いからさ。可愛いよ。あの目のデザインとかさ。あれ目なの？ミルミルだよ。ミルなんだって。ウォッチウォッチルックルック。そう。ミルキーウォッチ。ミルキーウォッチ。ずっと書いてあるけど。ウォッチッチ、こういう感じ。ミルキーウォッチッチ。あ、いい。可愛い。可愛い。いいよね。ここにベルトがついて。そう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 。ベルトがついて、すごいね。そうそうそう、こういうことね。こうやってこうやってこうやってはめれるみたいな。そうだね。腕がね。ね、このコラボレーションちょっとやだ。え、これこれもね。で、これウォッチチ出しても隠れキャラみたいな。じゃあこれじゃんけんタイムに登場する。じゃんけんタイムみたいな感じで。可愛くない？いいね。じゃんけんも入れて。ミニゲーム。じゃんけん大好き大好き。どっちだよ。パーの人。怖い。怖いんだよな。ファーの人。じゃあさあさあ寝るか。そうだね。寝るかね。あれ、さっき朝だったの。お休みルキー。寝るか寝るか。お休みルキーしよう。一日ここで過ごしてるから。あれだよ。本当。仕事なんですかってなる。ここで喋るだけで。いいね、自宅が仕事で洗いたい。そしたらお風呂入って。いやだ、もうこんな汚い手で過ごすの。そうだよ。お風呂入ってさ。行きますよ。行ってきます。よしよし。よいしょ。おやすみなさい。おやすみなさいだ。